今回作曲家、えー、移植ということで飛ぶ鳥を落とす勢いでこう名前をどん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 ジャイアントにし,、えー、していっている、えー、藤倉大さんというですね新しいアイデアを出すのがあのーまあ、得意な人でちょうど3年ぐらい前ですけどお願いしますと言った時に彼がですねパッとこうあの言った名前が H.G. Wells という人なんですけども彼はですね、えー、SF の父と言われている人なんですね えー、藤倉さんが選んだのは、ね、短編だったんですよ「世界最終戦争の夢」っていうねそれがアルマゲの「世界最終戦争」ですね筋としてはね最初地下鉄に乗ってるんですね会話をしてるんだけどもなんとなくねその周りにねポツンとね黒点が落ちてくるようなねこう感じをね持ちながらあのその一部が終わるんですよで次の場面ではあの自分たちの平和な家庭の場面が出てきたんです そこにもね何かしらねこう空から今度はこう雲がねこういつもとは違った形状でとどまっている結局その最初黒点であったものがですよだんだんそれがですね私たちが後から体験することになる大量殺人兵器の顔をしてくるんですよ。あるいはディーンとラジオから聞こえてくるあのメッセージを聞いたらそれがねとんでもない、えー、力があの 今、押し寄せてきているところで、で、それがね、どうやら全体主義の動きがね、あのー、もう広まってくるっていうことがだんだん分かってくるっていうような書き方がしてあって、で、それとともにこう、進軍してくる、今度は合唱がね、兵隊の姿になってこう、ガッと現れてくるようになって、最終的にソルジャーが大量殺人兵器を使っていく人をどんどん殺していく。そして、えー、そこには、なんと、 原子爆弾であると想像されるものがそこで炸裂するんですよねというようなところまで黙々と黒い点がうごめいて私たちのその空間を圧倒してしまうっていうのはねそれがその短編に押し込まれているんですけどそれを彼は第一次世界大戦の前に書いてるんですよだから面白い作家ですよね HG Wells の,あの才能っていうのはそういう意味で先の時代あるいは先の時代のいろんなこう 顕在化するであろう、あの、問題を夢のようにして私たち前にこう提示するっていうことができた。まあ、類稀な才能なんではないかなと思いましたね。このリディアスタイヤさんという人は、あの、私は藤倉さんに、えーえー、お願いしようと。彼に話した時にですね、すぐ出てきた演出家じゃ、あこの人と組みたいと。えー、問題のあり所を、こう、直感するっていう能力に非常に長けている人なので。 あのこの作品をあの素晴らしく描いてくれるだろうというふうに思っています。で、なんとですね、このスコアですね、えっと、去年の、えー、春の時点でもう終わってたんです。もうできてるんです。いやいや、びっくりしましたね、これは。この後、私の,あの、えー、オペラの指揮者としての生活でも初めてのことで。